左に乗ろうとするとバランスが崩れてしまいますというご質問をいただきました。で、レッスンをしていて思うのは、左に体重を乗るという動作は、例えばトップの位置が乗りやすい位置、クラブがこう倒れてなかったり、こうバランスがいい位置からグリップがヘッドの重さで押されて手が進んできたことによる押されというか、クラブに押されて左に乗ってきたりっていう結果になる部分が多いので、乗るっていう意識をすると調子が良くなる人もいれば、乗るってやると逆に手の位置とかが悪いとクラブだけが残って体だけがずれたような状態になるので当たらなくなってしまうっていう人もいらっしゃいます。ですから左に乗るっていう動作は、多分スイングがだんだんいろんな他のところが治ってきて、最後に結果的に振ってみると、左になんか乗っているっていうような結果になればいいのではないかと思います。ですからよくある、おそらく左に多分スイングしてはこのように乗っている人でもよく言う右軸で振ってるっていうような人は、意識だけは右で振っているんですけれども、打っているとしっかり左に乗っていたりっていうことがあるのではないかと思います。で、一応左に乗るっていうようなそういう動作は、最終的には動きがまとまって最後にできてくるか、あとはアプローチのような小さな動きで最初にしっかりとこう乗る練習をするっていうことが大事なのかなと思います。よく言われるアプローチでの左足体重っていうのも、そういうののイメージで左に乗せるっていうことがおそらく大切なので、アプローチでよく左に構えてくださいっていうのは、最初からやらなくても回転をすれば左に体重が乗ってくるはずなのですが、それができない人のために少し左に乗ってアプローチをこのようにしてくださいっていうようなイメージだと思いますので、スイング的には左が最後にできるか、もしくは左に乗せたいと思ったら少しアプローチや小さな動きで左に乗ることを練習していただいて、そしてスイングでしっかりと打てるように練習していただければ、なんとなく右軸で振っている感覚であっても、実は左に乗って打っているっていうような形になりますので、そういう意味合いで練習していただければ、左に自然に乗ったスイングになってくるのではないかと思いますので、注意して練習してみてください。